はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はザフルで購入したものを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回はザフルで1万5000円分ぐらい、日本円にして1万5000円分ぐらい服を購入したので、今回はそれを紹介していこうと思います。今回7点購入しました。まずはボトムスから紹介していきます。まず1つ目がじゃん、こちらのスカートです。プリーツのスカートになっています。ちょっと履いてみます。はい、着てみるとこんな感じです。最近流行ってるドットのスカートなんですけど、これ一見プリーツスカートだから A ラインのスカートかなと思いきや、結構ねタイトめなスカートになっています。すごく素材も柔らかくて全然動きやすいし、何よりも今年流行りのドット柄っていうのに私は惹かれました。でもこのザフルのスカートはドットの大きさが違う2つの生地を使用しているので、すごいね新しいデザインだなと思って、すごい可愛いなと思って今回買ってみました。この切り返しのところをセンターに持ってきても可愛いと思うし、ちっちゃいドットを前にして着てみたりとか、逆に大きい方を前にして着てみたりしてもすごい可愛いなと思ったので、ちょっと今回買ってみました。でこれのお値段がですね、読み方がちょっとねあやふやなんですけど、 20.38 ドルでした。日本円にして多分2000円ちょっとだと思います。で2つ目がじゃん、こちらのチェックのパンツです。では履いてみます。はい、履いてみるとこんな感じです。結構ねゆったりした感じのボトムになっていて、裾にかけてすぼまっていくようなテーパードパンツになっています。生地も薄めでそんなに厚手ではないので、これから春とかも全然使えそうだなと思いました。ちゃんとねポッケもついているし、後ろはゴムになっているので食べ過ぎてもね安心だとは思います。でこのお値段が 24.99 ドルなので、日本円にして2500円ぐらいだと思います。では続いて3つ目は今着てるトップスです。このトップスはもう本当に可愛くて一目惚れして購入したんですけど、もうこのねデザインがめちゃめちゃ可愛いんですよね。この赤リップっていうのもめちゃめちゃ可愛いし、私個人的に目のデザインが描かれている洋服とか小物とかがすごい好きで、結構ドタイプな服を見つけたのでゲットしました。肩のとこはねちょっとフリフリってワンポイントついていて、でニットなんですけど、そんなにこれも分厚くないので、結構ねまだちょっと寒い時期とかもあると思うので、まだまだ活躍できるようなトップスになっています。でこれのお値段が 20.54 ドルなので、日本円にして2000円ちょいぐらいで買えました。はい、続いて4つ目はじゃん、こちらのトップスです。はい、では着替えます。はい、着替えました。はい、こんな感じです。これもね裾のところにワンポイントがあって、ここがすごい可愛かったので買ってみました。色味はねちょっと秋っぽいかなと思うんですけど、最近こういうカラーも流行りつつあると思うので、全然春でも着れるかなと思います。でこちらが 17.42 ドル、日本円にして1700円ぐらいで買いました。ちょっとね丈が短めになっていて、ハイウエストのボトムと合わせないとお腹が見えるかなってぐらいなんですけど、でもねここのフリフリの部分があることによって一回ここでキュッてされているので、結構スタイルアップができる洋服かなと思います。で5つ目がじゃん、こちらのトップスです。では着てみます。はい、こんな感じで着れました。これもねすごい可愛いですよね。デザインがスウェットみたいな感じなんですけど、この裾の部分が切られていてすごい短くなっています。家に届いてみたら思ったよりも短かったので大丈夫かなと思ったんですけど、横の部分がゆったりしてる分ウエストが細く見えるかなと思います。でねこのデザインがすごい可愛くて、文字がね袖の部分までつながっているっていうのがすごい可愛いなと思います。でこれが 25.99 ドル、日本円にして2600円ぐらいで買えました。ザフルは海外系の通販なので、こういうねショート丈のデザインとかとても多かったです。はい、次6つ目がじゃん、こちらの T シャツです。はい、ではこれも着てみます。はい、こんな感じで着替えました。はい、私この T シャツは本当にガチで一目惚れして、結構ね芸術的な感じ、アーティスティックな感じの T シャツになっているんですけど、すごい色がたくさん使われていてカラフルだし、これ着るだけで結構インパクトがあると思うので、これに普通にしたわ、デニムとか合わせてもすごい可愛いだろうし、もちろんね今履いてるこのチェックパンツとも相性がとてもいいし、さっきね紹介したこのドットのスカートとも相性がいいと思うので、色はねたくさん使われてるんですけど、シンプルな白 T になっているので割と着回しもできるかなと思います。カラフルなプリントがされていることによって結構華やかになるし、なんかもうこのプリントがすごいおしゃれだなと思います。でこちらのお値段が 16.99 ドルなので、日本円にして1700円ぐらいでゲットしました。はい、でラスト7つ目がじゃん、こちらのロンパースです。では実際に着てみます。
はい、着てみるとこんな感じです。これもね、すごい柄が可愛いんですよね。ちょっとね、胸元ががっつり開いてしまっているので、中にね、キャミソールとか着た方がいいと思うんですけど、これもね、すごく柔らかい素材になっていて、すごい夏にぴったりだなと思います。で、一見ね、下の方はこんな感じでスカートに見えるかなと思うんですけど、ちゃんとね、ズボンになっていて、で、裾がね、結構広がっているデザインになっているので、足も細く見えるかなと思います。結構ね、私ロンパースが好きなので、夏とかは割とロンパースで過ごすことが多いんですけど、早くね、これをね、1枚さらっと着るような季節にならないかなって、すごく待ち遠しいなと思います。まあね、こういうロンパースとか着回しはできないかなとは思うんですけど、まあ、靴とかね、バッグとか、まあ、ちょっと肌寒いようであれば上着とかも羽織ってみたりとか、最悪これにスカートとかを合わせたりして、ちょっとブラウスみたいな感じで着るのもありなんじゃないかなとは思います。これのお値段が 21.34 ドルなので、日本円にして2100円ぐらいでゲットできました。はい、では今回の購入品はこれで以上になります。今回ご紹介したこのザフルという通販サイトなんですけど、レディースはもちろんメンズも置いてあるファッション系の EC サイトになっています。今紹介してても皆さん思ったかなと思うんですけど、本当にプチプラなものばかりで、プチプラなんですけど結構質も良かったりするので、すごくおすすめなサイトになっています。私はね、今回初めてこのザフルという通販サイトを利用したんですけど、本当にね、どれも可愛い商品が置いていて、この値段でこのクオリティっていうぐらいびっくりしました。私がこのザフルを使ってみて一番良かったなって思うのが、本当に他の店にはないような珍しいデザインのものが結構ね、いろいろあったので、ちょっと被りたくないっていう方はこのザフルをぜひ見てみてください。去年の2017年12月31日から今年の2018年12月31日までこのザフルでお買い物をした時に、こちらの LILY15 というクーポンコードを使うと、お買い物の金額が 15% オフになります。普通の値段でもすごく安いのに、そこからさらに 15% オフになるので、ぜひぜひ皆さんザフルでお買い物するときはこのクーポンコードを忘れずに使ってみてください。また概要欄にも貼っておくので、そこからチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでザフルでの購入品を紹介してみました。少しでもね、参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。